ベネチア行進曲でした。ベネチアといえば、先日までベネチア国際映画祭が開催されていましたが、2015年の映画界ではジュラシックワールドや
スターウォーズなど大ヒットシリーズの最新作が目白押しで、私たちを楽しませてくれています。本日のコンサートでは往年のスクリーンの名作からよりすぐりの音楽をお届けします。ぜひ最後までごゆっくりおくつろぎください。映画音楽特集、まずはじめは今からおよそ80年前のミュージカル映画ハリウッドホテルからハリウッド万歳をお送りします。それではどうぞ。向かう消防士や死と隣り合わせの過酷な現場など、音楽を聴いただけでも映像が目に浮かんでくるような勇壮で緊張感あふれる音楽が映画の魅力を引き立てます。それではお聴きください。
かがでしたか。90年代に放送されていたテレビ番組料理の鉄人のテーマ曲としてご存知だった方も多いかもしれませんね。続いてお送りしますのは、優れたストーリーと映像の美しさから映画史に残る名作と言われている第三の男。そのテーマ曲は日本では映画音楽としてよりもビールの CM として広く知られているのかもしれません。もともとはチターというギターのような弦楽器で演奏されるのですが、本日は大編成の吹奏楽で演奏するのにぴったりのにぎやかなサンバアレンジでお届けします。それではどうぞお楽しみください。
第3の男をお届けしました。ビール飲みたいななんて思った方もいらっしゃるかもしれませんね。ありがとうございます。さて、ここまでミュージカル映画、アクション、ミステリーとさまざまなジャンルの映画を取り上げてまいりましたが、映画に最も多く描かれるテーマといえば愛ではないでしょうか。コンサート後半は愛の物語にスポットを当ててお送りしていきたいと思います。少年同士の報われない愛情を描いた映画、寄宿舎、悲しみの天使、そのテーマ曲として使われたのが次にお送りする哀愁のアダージョです。ストーリーを表すのような物悲しく切ないメロディーの曲ですが、今回は途中からロックのテイストを取り入れたアレンジで演奏いたします。聴きください。Thank you.
ギリシャ神話の中の悲しい愛の物語。その舞台をブラジルに移して描かれたのが1959年公開の黒いオルフェです。ブラジルの音楽といえばサンバを思い浮かべますが、ボサノバもまたブラジルが生み世界中で親しまれている音楽の一つです。主人公オルフェが愛する人を思って歌う「カーニバルの朝」はボサノバのスタンダードナンバーとして今日でも愛されています。本日はそのカーニバルの朝とラストシーンで使われたオルフェのサンバをメドレーでお送りします。Thank you.
一曲となりました。明日は明日の風が吹くというセリフが有名な作品といえば、映画史上最高傑作の一つ、風と共に去りぬです。アメリカ南北戦争時代の荒廃と混乱の中、南部の大地タラが生んだ主人公スカーレットがどう生き抜いたのかが描かれており、それは彼女の激しく燃えた愛の物語でもあるのです。激動の時代を挫折し悩みながらもたくましく生きたスカーレットの人生は、私たちにまた明日へと一歩を踏み出す勇気と希望を与えてくれることでしょう。本日最後の曲は風と共に去りぬよりタラのテーマです。Thank you.
最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また皆様にどこかでお会いできる日を楽しみにしています。 See you again。 ごきげんよう。さようなら。